今回のお品書きです。前書きって、以下略。いつも通り、暴力的なシーンと下ネタがありますあります。もう勘弁してください。マスターの実家の鳥取県、何もないけど、悪くはないところでしたね。ええ、何もなかったですが、本当に何もなかったです。大事なことなので、2回言いました。まあ、お正月なんて何もせず、だらだら過ごすものなので、何もなくてもいいんですよ。マスターも、彼女さんと美味しいもの食べて、ゆっくり過ごせて楽しそうでしたし。それにしてもマスター、東京に戻ってきてから、ずっとグロッキーですね。胃腸炎からの風邪コンボは、さすがに辛いでしょう。ずっとトイレにこもってましたし、風邪も治りかけみたいですし、マスターの地元鳥取県の郷土料理でも作って元気づけましょう。そうですね。帰省中にお雑煮食べなかったので、お雑煮と、いただきあたりでいいですかね。では、早速いただきを作りましょう。いただきを簡単に説明すると、炊き込みご飯が詰まった油揚げです。鳥取県西部の郷土料理ですね。形が三角形で山に似ているので、いただきと呼ぶそうです。ですが、三角形の油揚げが手に入らなかったので、今回は巾着のようにします。三角形で大きい油揚げ自体が、鳥取特有のものみたいですね。いつも思うんですが、私の語尾の、ね、ってすごく可愛くないですか？あかりちゃん可愛いって言って。何言ってんだこいつ。まずは野菜を切ります。人参は、皮を剥いて短冊切り、椎茸は、軸を落として薄切りにします。ごぼうは、ささがきにしたら、30秒ほど水につけてアク抜きをします。油揚げは半分に切って詰め物ができるよう中を開きます。穴開いちゃってますけど。油揚げを開くのって難しいんですよ。油揚げは手揚げタイプの方が破れにくくていいらしいですよ。油揚げは油抜きをしておきましょう。油揚げに熱湯をかけます。あー！熱い熱いやめて。やけどしちゃいます。お薬出しておきますね。水気は絞りましょう。お米は、研いで水気を切っておきます。お米と人参、ごぼう、椎茸を混ぜ合わせ、油揚げの8分目くらいまで詰めます。詰め終わったら、爪楊枝で閉じます。鶏肉や赤貝を入れるレシピもありますが、今回はなしにしました。鍋に、水、醤油、砂糖、みりん、顆粒だしを入れて混ぜ、そこに、先ほど中身を詰めた油揚げを並べて、強火で煮ます。沸騰したらできる限り、味が均等に染み込むよう、お玉で煮汁をかけます。落とし蓋をして、中火で汁気が少なくなるまで煮ます。おそらく20分くらいです。IH だと、この手の火の強さと時間は当てにならないんですよね。汁気が少なくなったら弱火にし、汁気がなくなるまで煮ましょう。焦げるので。あ、そういえば、鳥取にもパソコンはあったので、その点は島根よりかはマシですね。突然のマウンティングが島根を襲う。争いは、同じレベルの者同士でしか発生しません。確かに、私とキリタンでは争いになりませんもんね。鳥取と島根でもめくそ鼻くそなのに、鳥取県内でも西部と東部でいがみ合ってます。草も生えませんね。あ、くだらない話してたら完成してました。裏側は見てはいけません。では、次はお雑煮を作りましょう。丸餅が売っていなかったので、餅から作りましょうか。マスターも実家にいた頃は毎年ついていたみたいですし、相変わらずわざわざ手間をかけるの好きですね。そんなことないですよ。ホームベーカリーの取説を読んでいたら餅も作れるみたいだったので、ほんとホームベーカリー最強ですね。というわけで、ホームベーカリーに優しく研いだもち米と水を入れます。1時間半くらいで餅が完成しました。これを片栗粉をひいた台の上に出して適当な大きさにちぎります。片栗粉引きすぎました。飾り餅は餅の内部を表面に出し、表面を内部に入れるように何度もつまむと綺麗にできます。おお、鏡餅みたいですね。で、冷めたら固まるので、一個一個こんなことをしている時間はありません。手に思いっきり体重をかけてぐりぐりこねます。変な形してますね。すでに餅が冷めすぎたみたいです。本当はぐりぐりこねることで中がねじれて少し膨らみます。結局、ほとんど飾り餅にしてますね。なんだかんだで、こっちの方が手早く処せました。一通りこね終わったら、風通しのいいところで乾燥させます。乾燥させた後は、冷凍庫で保存できます。では、お雑煮の汁を作りましょうか。お雑煮作るんでしたよね。ええ。いや、これどう見ても、お汁粉の材料なんですが。鳥取県の西部から中部ではお雑煮というと、
関東で言うところのおしるこのことを指しているんですよ。じゃあ、おしるこのことは何と呼んでいるんですか？おしるこかぜんざいですね。何言ってんだこいつ。ちなみに、関東では、つぶあんでもこしあんでもおしるこ、関西では、こしあんならおしるこ、つぶあんならぜんざいと呼ぶそうです。たっぷりの水に入れて沸騰させて、水を変える工程を2回ほどします。その後、新たに水を入れて、小豆が箸で潰せるくらい柔らかくなるまで煮ます。柔らかくなったら砂糖を加え、もう8分くらい煮ます。そういえば、マスターが鳥取県民のことをサンドレイパーと呼んでいて、何のことだろうと思って検索したんですよ。それは。そしたら、あまりにもくだらなさすぎたので、マスターに蹴りを入れに行きました。あれを考えた人は頭おかしいですが、使ってるマスターも頭おかしいですね。あ、サンドレイパーを見てみたいから、鳥取砂丘に行きたがってたんですね。はぁ、なんか、今日降って低くないですか？待って、待って。ふっ、今までのに比べたら、こんなものイージーですね。敗北を知りたい。あっつ。日が照ってきたら、めちゃくちゃ暑いんですが。本当に砂漠みたいじゃないですか。かげろう見えてるし。無理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 茶漬け。ベニズワイガニみたいに良い色になりましたね。ここに焼いた餅を入れればお雑煮の完成です。ではマスターたちを呼んできますね。マスター。ではいただきます。いただきは油揚げが多い炊き込みご飯ですね。揚げに味が染み込んでいて美味しいです。持ち運びやすいので、お弁当にいいかもしれません。実際、漁師の方や農家の方にお弁当として親しまれていたようです。ただ、パエリアとかでもあるあるなんですけど、場所によって米の水分量の差がありますね。いただきの場合、爪楊枝で留めた口を真上に向けて、鍋にぎゅうぎゅうに詰めれば少しは改善されるんじゃないでしょうか。あるいは、横にして煮て、途中で向きを変えるとか。今回は揚げが崩れそうだったので、ひっくり返せませんでしたね。このおしるこ美味しいですね。ゆかりさん、それお雑煮なんですよ。は、まあ、お雑煮は、甘さ少し控えめのおしるこで美味しいですね。もう訳がわからなくなってきました。お餅は焼きましたけど、飾り餅の特性を考えると、茹でるべきでしたね。と言いますと、飾り餅は、その作り方の特性上、中に打ち粉が挟まった断層ができるんです。要は、表面が綺麗になる代わりに中が汚くなるわけです。焼くと、その打ち粉の断層がそのまま残ることになります。でも、茹でれば、打ち粉にも水分と火が通って、あまり気にならなくなるわけです。そういえば、キリタン、なんか焼けてません？気のせいですよ、ゆかりさん。ごちそうさまでした。ここからは、マスターに代わってお話しします。3話もたくさんの再生、広告、コメント、マイリス、フォロー、ツイート、ありがとうございました。コメントや広告が嬉しすぎて、相変わらず、部屋でチンパンジーみたいに踊ったり、森やステップをしたりしていました。本当に励みになります。今回は、軽めに鳥取の郷土料理でしたが、いかがだったでしょうか。ちなみにマスターは鳥取県中部生まれ西部育ちです。今後は、国内の郷土料理の予定はありません。東北は、もしかしたらやるかもくらいです。次は、バレンタインがテーマになると思います。ただ、マスターはチョコレートが苦手なので、チョコレート少なめのものを作ると思います。こう言っておけば、コメントにおすすめお菓子が書き込まれているはずです。では、米返しの時間です。この一言だけで、本当に動画作成の励みになります。ありがとうございます。もっとあかりちゃん可愛いって言って。基本彼女とリアルタイムでイベントを楽しんだ後に動画を作るので、今後もイベント当日から1から2週間遅れでの投稿になると思います。なんじゃあれ？玉の人気に嫉妬。原因は清掃状態炎だったので、玉は2つとも無事に残っています。将来的には彼女と結婚して子供も欲しいので大切にします。切除経験日記は強く生きてください。あのさ、天才現る。やりますね。格子日記は早く成仏してください。
おい、お前ら、夜道には気をつけろよ。ダメです。おっしゃる通りですね。あ、多摩川の手長エビ美味しかったです。ちなみに、鯉は上野の地下で生きたまま売られているのを発見しました。では、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。